はいどうも、妖怪チプニプニ今回もやっていきます。お知らせ来ましたね。にゃんぼね、やってきました。復刻にゃんぼですかね。でね、過去のね、経験だとこれ系の時結構出やすいんだよね。なのでちょっと期待しております。できたらあそうか欲しいな。10連で3回目と6回目で Z 以上ということでね。復刻にゃんぼですね。主化これあ違えな。オオカの主化、主化って3体いるのか。スキルは一定期間接続的に回復、自身のデカップに打ってくるはでも結構いいからな。全消しフィーバー中その効果アップ、一瞬で数えきれないほどと、スキルは一定以上のダメージがたまにダイアップ。これどんな感じなんだろう。結構使ってる人いるよね。で、つくよみは全消しデカップに技ゲージ多く貯める、これよくあるやつだね。スキルはデカプニーを消すとフィーバーゲージ溜まりやすい。自身のデカプニーをつなげると普段より大きくなる。これどうなんでしょうね。で、四天童子、サーファー四天童子は2種類のデカプニーを消し攻撃後自身が振る。自身が振るやついいよね。必殺技はスキルは必殺技を使った後にデカプニーがデカプニーに振ってくる。これもなんか必殺技とスキルが被ってねえか。でデカプニを消すと自身の技ゲージがたまるってことでね。これも良さそうだね。ヌラリ中央プニ吸血玉、スキル技を使うと一目に回復、フィーバーゲージたまりやすい。なるほど。タップでデカプニを作り周囲消すパターンね。でイサマ種族効果アップだからやっぱり欲しいな。そうか欲しいな。で自身のデカプニを消した時敵をサボらせると、すげえな。そしてヤスボカのはアーマータイプだっけこれ。攻撃力アップの ZZ のあったんだ。3サイズ以上デカプニを消すとそのデカプニ降ってくる、つながりやすい。あそうか系いいね。あブラックキャット、そういえばいたね。漆黒丸の前だ。自身の技ゲージは溜まった状態でスタート経過、漆黒丸と一緒だね。で1体復活か。あこれも欲しいな。ブラックキャットかアースウォーカー系か、あみんないいね。やっぱさすが ZZ だね。まあなんかどれか当たってくれよって感じはするけど別にどれも当たんねえだろうな。はい、6月6日までということで ZZ でも 2% だね。かなりいいんじゃないですかね。はい、回していきましょう。超 SS 以上の超ニャンボということですかね。何枚回せるかな、やっていきましょう。いつものごとくミッションで、ちなみに買うと610円か、すげえな。はい、でいつものごとくね、イベントで1個、これゲットできるね。あ、倍もらえる。ちなみにこれはもうねクリアしてますね。カンポ余ってるんで12ぐらいまで頑張りたいね。はい、あとはミッションでね、いつものつられ太郎丸とかこの辺ですね。つられ太郎丸、友達に30回、スコアタ、フィーバー30回、ボーナス玉65個。これやる意味あるんかなと思うけどね。はい、ちょうどこれでゲットですね。何枚あるかな、ちょっと取り逃しもあると思うので。あれ3枚しかないの。本当にこの前にヤンボあったんだっけ、なんか取り逃したのかな。というわけで9連かな。はい、3アカウントで9連。あそんなもんか。そうだったっけ、あれそうだったっけ、3枚しかない。あそう、まあいいや、回していきましょう。という本当に、あ無料版があるだな。
なんかせめて3アカウントで15枚ぐらい回したかったな。はい、じゃあ行きましょうか。取り逃しないよね残念ながら3枚か。まあいいや、じゃあ楽しんでいきましょう。ドリア、あ、そうか、チョウニャンボで、あの確定ウィスパー、おお、鬼を螺旋、ちょうど今妖怪三国志でね、鬼を螺旋がやってますね、小生。なんかね、今ね、妖怪落ちプニプニと妖怪三国志で両方同結が主役っていうね、なぜか同結イベント、なんかシャドウサイドあんのかな。クリスタル妖怪とかね持ってないの欲しいなとか。これはあれ、あっちの方のラッパウィスパーの方を出さないと。うわ、螺旋ループ入ってる。これはガシャが今螺旋が並んでんじゃねえのか。参ったな、もう一回螺旋じゃないの。あ、ちょっとなんか雰囲気変えればよかった。3連続螺旋だったらちょっと泣いちゃうよ。まさかの螺旋3連発だったし。ハニベロスか。はい、というわけでとりあえずまずダメでしたけど、ただね、こういう復刻系はね結構ね過去まあまあねいいことがあって、結構ねこのメインアカはね、あ、でも ZZ になってから当ててんやか。 Z は結構当ててんだよね。うん、この辺の不動明王系はあれだし、リンネも当たったことあるしね。うん、不動明王系は大体ニャンボで当たったね。カイも、あ、カイはあれか、なんか Z ランクコインかな。はい、なんで天はねこれで当てたかな。あとリンネもね。うん、はい、というわけでちょっと期待したいですね。ヤシャエマもかな確か。はい、じゃあ2番目中でいきましょう。9連になるのかな。はい、これ2番目のアカウントで、2番目はね現在まだ6までだけど漢方7個あるんでね、あと7個交換できるから14個か。うん、ただなんとかクリアしたいね。多分ニャンボ、あれ、おお、最後のボス倒しねえや。ちょっと待ってね。はい、というわけでやっとクリアしましたね。ちゃんとマップ進まないともらえないんだな。はい、じゃあ行きましょう。なんかね、ニャンボだけはサブアカもあんまり引いたことがない。あ、3枚になってる。あ、じゃあね、2枚だ。このミッションいつもめんどくさいの。さあ行きましょう。じゃあちょっと今回は運を落としてどっかで変なゴミコインを。いやー、でもあれだよな、やっぱあのレインボーなウィスパー出さないとダメなのかな。虹カプセルだよね。葛藤心じゃダメなんだ。おお、工場長悪くない。工場長ってちょっと後で見るけど、工場長ゲットするとあれかな、カチカチのあれ上がるかな。まだ発動心、もう SS ガシャだな。おお、プラチナ鬼、プラチナ鬼も上げとけよかったぜ。つってもサブアカだからあとちょっとだったんだけどな。ガシャカンスト、通常ガシャサブアカも、おお、ダンドリー。前だったらコードルしてるほど嬉しいけど、うん、なんか SS にしてはいいのが攻撃力アップ3体、
当たりましたね。で一応工場長ゲットできたんで、プニプニカチカチ工場長関係あるかな、関係ないね。うん、まあプニプニかカチカチ妖怪ゲットするとね、こうやって基本能力上がるんで、まあできたらこれかね。あとは極妖怪もね、私はサブアカ一体も持ってないね。昔は弱かったんだよ。そう、極土の子をギリギリ倒せないところから私の3アカ無加減攻略始まったからね。あとクリスタルレジェンドね、うん、これもゲットするごとにヒットポイントとか攻撃力上がるんで、クリスタルブシニアンとかいたよね。はい、できたらここでゲットしたいなという感じかな。そんなもんかな。あとレジェンドか、転生レジェンドはいなかったよね。うん、あ、 Z にいたかな。まあちょっと後で言いましょう。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。はい、これが3番目のアカウントで、これはね、漢方が8個もあるんだよね、まだ交換してないのに。はい、素晴らしいね。一応野行とね、誰だっけ、凍結がいるので、まあ一応今回ね3アカウントゲットしたいね。はい、じゃあ行きましょう。まだこっち交換してないのにな。あれだもんな。あれ、ごめんごめん、これか。いや3枚しかなかったな、9枚か。ちょっとでもサブアカたちはね、特に持ってない妖怪多いので、結構ニャンボとか期待してんだけどな。何が出ますかね。私がねプニプニ楽しくなってきたのもニャンボでね、太陽神、そして極土の子を当ててからなんだよね。だからニャンボきっかけで結構楽しくなることもあるんで、ぜひねもうちょっとニャンボを当てやすくしてほしいな。あれが八頭身じゃダメか。おお、キラコマだ。昔うちの少年がお年玉でキラコマ2940円を買おうか迷ってたのを思い出すね。ねえ、昔スーパースターだったね、キラコマ。初ゲットです。サブアカだからね、こんな出会いがあるね。面白いよね、お年玉で課金して妖怪を買うっていう発想は俺の少年時代にはなかったな。トリビアだ、なんか知んないけど招待状妖怪というかあれですね。さあラスト行きましょう。結局 SS6 体か。普通のニャンボはもう意味ないんかな。うわー、トリベアだ。なんだっけ、螺旋忘れちゃった。で工場長、ダンドリー、うん、とかなんとか、プラチナオニとかだったな。あ、あとなんだ、ハニワみたいな、ハニベロスみたいなやつだな。はい、という感じで私 SS だけでしたが、なんかねこういう復刻系結構私の過去のね、あの経験だとまあまあなんで、はい、ぜひぜひ頑張ってください。610円ですけどね。はい、6月6日までやってるので、うん、来月のイベント分もね、あの回せるので、だから来月のイベント分で3枚ね各回してもいいんじゃないかなと思いますね。どれでもね引っかかってくれたら嬉しいですよね。うん、はい、非常に 2% あるからな、結構チャンスだと思うんですよね。 Z 以上 5%、 うん、なのでぜひ皆さんがゲットできるのを祈っております。来光、ああ、
そう、闇輪に当たったことあるかな。そう、さっきも言ったけどクリスタルブシニャンとかね、あとはあ、バンバラヤーもこれでゲットしたんだっけな。あとゴクオロチとかね、さっきも言った基本ステータス上がる妖怪ね、なるべくゲットしてきればいいと思うけど、そんなにいないね。あと不動明ボーイはね、王族の種族効果アップだから結構使うかな。もう今キラコマサンタの時代じゃなくなっちゃったしね、溜まった状態スタートもねもう変わっちゃったから。はい、というわけで今回はオールスターズニャンボでした。超ニャンボだね。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をします。それではね、こんなに出たんだね ZZ の超ニャンボね。妖怪三国志のなんかフェス群馬神みたいだな。はい、じゃあすいません、それではまたお会いしましょう。さようなら。次はグリーンニャンボ、ちげえ、サマーニャンボか。次はもうちょっと先かね。